その左に重ねた指を置き、息を吐きながら指の腹で軽く押します。次におへその下に移動し軽く押します。右側も同じように軽く押し、最後に上を押しましょう。これをもう一周繰り返します。手を軽く握り、指の第二関節が当たるようにおへその周りを時計回りに押していきましょう。少しずつ円を広げながら押していきます。右の骨盤の内側に重ねた指を置き、息を吐きながら指の腹で押します。続いて胸骨の下を押し、おへそとみぞおちの間を押していきます。これを合計3回繰り返します。左側も骨盤の内側、胸骨の下、おへそとみぞおちの間を円を描くように3回繰り返しましょう。手をお椀の形にしておへその上の位置に置き、左右交互にゆっくりと移動します。